にちは、金城まりなの金まりチャンネル、やったー。確かに勝ちなんだね。あ、ちょっとあの広さの関係で。すいません、失礼しました。ということで、はい、今日から毎日この時間はスタジオ担当の女性アナウンサーが独断と偏見でおすすめのものを紹介していきます。やったー。あの前まで木曜日の6時台だけだったんですけど、うんうん、毎日に昇格しました。ハードル上がりました。ハードルも頑張って上がりました。人気コーナー人気コーナーです。イエーイ。ということで早速今日ご紹介するのはこちら、はい、よっ大統領、驚きのカレーを食べてみた。大統領ということで、一時期はネットで話題になって品切れになるほどの人気商品を、うん、また人気が出てきているということでご紹介します。それがこちら、じゃーん。北海道ニクソン大統領の肉デカビーフカリー。お値段なんと2000円です。すごい、いいお値段するね。すごいよ大統領。はい、秘密があるんです。お店より高いんじゃない、ね。それでよ、それでよ大統領なんだ。まあ、見ててください。そういうことです。さあ、ニクソン大統領といえば第37代アメリカ大統領、まあ、積極的な外交であったりですとか、金とドルとの交換を停止させたりとか、思い切った政策もしました。そしてウォーターゲート事件では大統領を辞任するなどのね、ニクソン大統領、はい、ではなくて、その勉強になるコーナーだね。そういう要素も入れていきたいと思います。このニクソン大統領は北海道のお肉を大きく使って美味しい加工品を作っていこうっていう大統領なんですね。そういうことです。よ大統領、絶対言わなきゃいけないです。それで、あ、よろしくお願いします。我々も言った方がいいです。ご協力が必要です。はい、で、中開けましょう。あ、一袋入ってんのね。そうレトルトカレーなんで、こうやってレトルトパックが入っていまして、そして、はい、こんなね、トカチのお肉がそんなに小粒でどうするよってメモ書きもあります、うん、はい、これ、そう、トカチの、そういうこと、いいところつきました。後ろからいいところつきました。トカチの清水町が出しているこのカレーでして、はい、なんとトカチ若牛のステーキ用のお肉を丸々 150g 入れてしまったというね。え、すごくないこれ。でかい。何これ。あの、温めてあるのでグッチさん、これ綺麗に乗せてみてください。これ引き出しになってたんだね、びっくりした。こんな立派なケース。開けていいんですか。開けて乗せてください。え、すごい。え、何グラムぐらいあるんだろう。150g のトカチ。熱い、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 わ、出たー。熱い、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 来ました。熱い、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 おいしそう。そこまで熱くするってくらい熱い。ほら、おっきい。すごいでしょ。白いパーカー汚さないよ。そうだよ、これ明日も着るんだから。これそう、こんな感じのお肉だね。でかいでかい。まあ、持ち上げられない。グチさん食べちゃっていいですよ。はい、いいですか、いいですか、はい、いただきます。肉、あ、柔らかい。トカチ若牛熱いんだって。だから熱すぎたね。あ、ほろほろ、ほろでしょ。おいしい。うまい。カレーの味もこれ大好きな味です。ちょっとコクのあるね、あの、しょっぱく辛くっていうんじゃなくて、本当にコクもあって深い味、はい、色味もいいもんね。煮込まれてる感じの。トカチ若牛は肥育期間が生後およそ14ヶ月、その期間が赤身肉をギュッと追い出した。我々も堀大統領、小橋大統領、食べちゃって。よ、大統領。これ食べたいわ、これ。これうまい。ほろほろ。よ、大統領。よ、これうまい。あれ、これタクちゃんにあげないってはずだったんじゃないの。え、タクちゃん何あげてるんですか。え、今食べてる。今日はあのタクタさんを雑な扱いするっていう会なんです。そういう余計なことを伝えてください。どういう時だったの。いや、先輩かわいそうになって今食べられるのかなと思って食べようと思って優しさが出ました。これはでも2000円の価値ありって思うでしょ、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 うん、はい、ということでこちらのカレーは JA 十勝清水のネットショップのほか、新千歳空港の、ね、お店でも売っていますので、はい、食べてぜひとも大統領気分を味わっていただければと思います。おいしい。香りがいい。うまい。
こちら味変オイル、あ、そうそう、こういう辛味もついてますので、はい、今日は驚きのカレーをご紹介しました。金森チャンネルでした。よ、大統領。